はい、親子共演だったので、なんかいい親子ね、離れたかなっていうのと、まあ、あとヒカキンさんのなんかそのたまに出てくるその存在感がすごく楽しくいい仕上がりになったと思っております。 ありがとうございます。自分で自分っていうのもちょっとあれなんですけど、まあ、もうお二人はもうバシッと演技されてても目立ってらっしゃいますので、後ろにずっといるので、ぜひ後ろの僕の特に背後霊とかじゃないんですけど、ずっと後ろに映ってるので、ぜひ後ろのヒカキンも注目していただけたら、はいはい、なんか朝からずっとやってたのに、なんかここまでが一瞬で、うん、あっという間に終わっちゃって、はい、あと、うん、今僕リアル6年生なんですけど、うん、初めてこの学ラン、なるほど切れて一足先にみんなより前に、いいですね、いい体験になりました、ね、はい、卒業する時にはこれが全部なくなるといいですね。このボタンがありましたよね。だいぶ先の話ですね。いやでもほら中学の卒業する時だからもうすぐじゃない、だって3年間でね、一、ね、人ずつ亡くなるといいですね。いや、僕、ね、亡くならなかったですね。僕は亡くなりました、ね、そうですよね、もうそれは。実はね、ヒカキンさんとは一度台湾でちょっとお仕事でたまたま一緒になることが、お会いすることがあって、はい、まあ、今日2回目でしたね。そうですね、まあ、ちょっとだけ本当にあったっていうのを、ね、お会いしただけだったんで、久しぶりな感じがして、ね、よかったですけどもね。はい、はい、すごく終始楽しい撮影で、ただなんか反町さんの目をじーっと見ながら、なんていうんですか、変顔、まあ、変顔みたいな、のはちょっと緊張しました。初共演、反町さんは、うん、お父さん、お母さんが、うん、もう大ファン、大ファンで、それ一緒にやるって時はすごい喜んでて、ヒカキンさんも小学生の格好ではなるほどね、アイドルみたいな、大スター、すごい大スターで、もうこの CM 見たらみんな感動しちゃうと思います、ね、よし。そうですね、なんか、まあ割とスポーツものが僕は多くて、なんかゴルフとか釣りとか、なんか普段自分がやってるようなこととか、なんかでもちょっとなんか調べるのにすごくとても便利じゃないですか。それはすごく助かってますけど、ちょっとうち、まあ、娘が留学もしてたりもするので、まあたまに日本に帰ってきてる時に、まあ家族で一緒にご飯を食べてるっていうところがプライスレスだったり、まああとその今回、前回そのソフトバンクで去年、今年か、今年ソフトバンクで GTO の、バージョンを、やらせていただいたんですけども、もともとそのきっかけというものが26年ぶりの GTO 復活ということで、今回その、まあ、4月1日に応援したきっかけで、まあ、その限定のその GTO 枠の中に入る限定の、コマーシャルを撮ったんですね。だそれが、まあ、自分の中でなんかちょっと特別な思いっていうか、26年ぶりだったので、なかなかその26年経ったものを演じるっていうのは俳優でもなかなかできないことですし、またそれを番組として作ることもすごく本当に、うん、なんか深いものが自分の中にあって、またそれがコマーシャルとなって一緒にソフトバンクさんとできたことも自分にとってはプライスレスだなとは思っております。このボタンがなくなるために、反町さんのかっこよくなるにはどうしたらいいですか、ボタン。どうでしょうか、ボタンは。いやもうムードメーカーになるしかない。なんで僕のアドバイス、ちょっと、いや確かに、ね、説得力ないんで。いやでもムードメーカーってすごく大事ですよね、うん、やっぱムードメーカーですよ。いや僕全然。あ、そうですか、うん、はい、すっげえ仲のいい男友達がちょうだいって言ってあげたの。そうですか、そうですか。なんかね、その確かにヒカキンさんに言うようにムードメーカーって
うん、大事。まあどんな時もね、そのなんか、まあ、これから部活とか、うん、あのいろいろあると思いますが、まあ、我々の時代はその何部でした？僕スキージャンプ。本当に。すみません、僕の話になっちゃう。すげえ。はい、スポーツしてましたね。僕はあのサッカー部だったんですけどね。モテました。はい、ものすごいしごきで、あの僕の部活はもうものすごいやっぱりハードなことをやってたので、まあモテるっていうこととはちょっと離れるんですけどもね、その結構ハードなトレーニングっていうか、1年生入ったら初めましての先輩がたくさんいるじゃないですか、うん、2年生3年生ですね。でその中でもやっぱりその部活って結構特別なものがあって、うん、なんかそこで上下関係を初めて教えてもらうっていうね、はい、感じってありませんでした？中学の時ね。全然ありました、ね。うん、小学校の時っていうのはなんかまあ自由だったのが、中学入ったら初めてなんかそのなんか部活を通じて上下関係を知るみたいな、うん、その時になんかそのハードだったその部活生活、学校生活がなんか今振り返る、たまに振り返るとあの時すごく大変だったんだけど、あれを乗り切れて、あ、なんかすごく良かったなって思う瞬間っていうのはやっぱあるんですよね。でもちろんその部活で辞めちゃう人もね、やっぱいるとは思うんですよ、うん、はい、それを逃げずに正面からぶつかるっていうことっていうのはやっぱ学生時代すごく大切なことだなと思ってますね。そうするとモテるって情報を聞きました。最近そろそろ授業参観が学校であるんですけど、うん、その時褒められたい。褒められたいんです。褒められたい、褒められたい、はい、褒められるためにはどうすればいいと思いますか？どうでしょう僕でしょ、僕でいいですから。え、いやもう、はい答えに行くしかないよね、もうね。座ってるだけじゃなくても分かる人、はいって言うしかないよね。ゼロ、はい、そういう授業だったらゼロゼロは今回の CM ですね。みんなの中ではやっぱり YouTuber になりたいっていう人もいたりするんですけど、嬉しいなもし、うん、僕がなるとしたらどういう系でいったらいいと思います？いやでもカメラの前にもう立つことに慣れてるから、うん、ワイワイやるもの、人と一緒に何かやることとか、うん、あとは好きなことかな、うん、うん、真逆のね YouTuber もいっぱいいるんだけど、その、うん、いや本当一人じゃないとちょっと恥ずかしくてっていうタイプもいるけど、慣れてますから今日ねえ、そうですね、3、40人ぐらいいても堂々とやってますから、うん、確かにすごいできる、できる、弟子入り、弟子入り、弟子入りさせてもらいます、うん、とま、住み込み住み込みで住み込みで行きましょう、すぐできます、全然できますもん、はい